それではこちらの表題について発表いたします。まず背景について説明します。私の研究は文法誤り訂正を行っています。文法誤り訂正とは文章中の文法的な誤りを自動で訂正するタスクのことです。このスライドでは助詞や時制、受動態、能動態の誤りの訂正例を示しています。このように誤り文を正しい文に変換するシステムを構築することがこのタスクの目的となります。左の円グラフは日本語学習者の誤りの種類の内訳を表しています。このように誤りには様々な種類がありますが、本研究では3つのテーマを設定してこれらの文法誤り訂正を行います。1つ目は形の似ている漢字の誤用訂正です。これは例えば成績の席の漢字が間違えていたときにこれを訂正します。詳細は割愛いたします。2つ目は分類モデルを用いた助詞誤り訂正です。日本語学習者にとって助詞が最も間違いやすいですが、この助詞に着目して訂正する手法を提案しました。こちらも割愛いたします。3つ目は誤り種類を限定しない文法誤り訂正です。入力文の中に含まれるあらゆる誤りを訂正します。こちらの内容を発表いたします。次に日本語文法誤り訂正手法について説明いたします。先行研究では統計的機械翻訳を用いて誤り種類を限定しない日本語文法誤り訂正が行われました。日本語では助詞などの一つの誤りの種類に限定した研究が多いですが、誤り種類を限定しない研究はこの2013年以降行われていないという現状があります。そこで本研究では機械翻訳で高い性能を示しているニューラル機械翻訳を用いて文法誤り訂正を行います。またラングエイトのようなは訓練データの規模が小さいため疑似曖昧生成によって訓練データの拡張を行います。さらに日本語特有の誤り傾向を考慮した疑似曖昧生成手法を提案して訂正性能の向上を目指します。機械翻訳手法について説明いたします。例えば英語から日本語に翻訳するときを考えたとき、翻訳モデルに英語と日本語のペアを大量に訓練させて英語を入力したら日本語訳が生成されるような翻訳モデルを構築します。機械翻訳手法を用いた文法誤り訂正では翻訳モデルに学習者の作文と添削文のペアを大量に訓練させて誤り文を入力したら訂正文が生成されるような訂正モデルを構築します。訂正モデルについてもう少し詳しく説明します。例えば私は車で買うを入力したら私は車を買うと出力されるような訂正モデルを考えます。訂正モデルには機械翻訳で最も高い性能を示しているトランスフォーマーを使用しました。今私は車をの O を出力しようとしているときを考えるとモデルの中では全単語に対して予測確率を計算して最も確率の高い単語を出力することを行います。次の買うを出力するときも全単語の予測確率分布を計算して出力を決定します。このときに売るという単語も高い確率が示されています。もし私は車を売ると出力しても文法的には間違えていないですが、誤り訂正にとっては変更が不要な単語はコピーしてそのまま出力させたいという気持ちがあります。そこでコピー機構という仕組みを組み込みます。コピー機構は入力の各単語に対してどれだけコピーするかの確率を計算します。
今は買うという単語を出力したいので入力文中の買うという単語に高いコピー確率が出ています。単語を出力するときは左側の全単語の予測確率分布と右側のコピー分布を足し合わせて出力を決定します。こうすることでモデルはより入力をコピーするということを学習するようになります。これをトランスフォーマーコピーと呼んで、本研究で使用しました。続いて疑似誤り生成手法について説明いたします。翻訳モデルの性能を十分に引き出すためには、大量の訓練データが必要であると、言われています。しかし構築が難しい学習者コーパスは規模が小さく、十分な性能を引き出すことができません。そこで疑似誤り生成を行って訓練データの拡張を行います。疑似誤り生成とは正しい文に対してわざと疑似的に誤りを発生させることです。本研究では3つの疑似誤り生成手法を比較します。1つ目のバックトランス手法では2つのステップで疑似誤り文を生成します。ステップ1では添削文から誤り文を生成するように翻訳モデルを訓練させます。通常の誤り文から添削文への方向と逆向きなので逆翻訳モデルと呼びます。ステップ2では逆翻訳モデルに正しい文を入力してわざとノイズを含む文を生成させて疑似誤り文を獲得します。2つ目のダイレクトノイズ手法では正しい文に対して置換削除挿入入れ替えのシンプルな4つの操作を行いノイズを発生させます。このダイレクトノイズでは現実的でないノイズを発生させてしまいます。そこでダイレクトノイズの操作に加えて次の3つの日本語特有の誤り傾向を取り入れます。助詞誤りが頻出すること、送り仮名の不足が生じること、文節の順番の違いは多くの場合に文法的な誤りとならない、この3つです。提案手法では置換では積極的に置換をまたは置換積極的に助詞をまたは助詞に置換します。削除では積極的に助詞を削除して送り仮名のを削除します。挿入では積極的に助詞を挿入して、入れ替えでは文節ごとに順番に入れ替え操作を行うようにします。疑似誤り生成の例を示します。原文に対してバックトランス手法ではフレーズの付け足しが多く流暢な文が生成されます。ダイレクトノイズではランダム性が高いため非常に非文法的な文が生成されます。一方で提案手法では原文の形をあまり崩さずにかつ文法的な誤りが含まれていることがわかります。モデルの訓練方法を説明いたします。2つのステップで訓練を行います。ステップ1では大規模な疑似誤りコーパスで訂正モデルを事前学習します。ステップ2ではそのモデルのパラメータを引き継いで小規模な学習者コーパスを訓練します。この方法を用いることでシンプルな2つのコーパスを足し合わせて一度に訓練するよりも高い性能が出ることが知られています。実験です。訓練データには学習者コーパスラング8を利用しました。また大規模日本語コーパス BCWJ から疑似誤り生成を行って、疑似誤りコーパスとして使用しました。評価データにはナイスト語用コーパスを使用しました。評価尺度はプレッションリコール F0.5 を使用します。この F0.5 はプレッションを重視した F 値のことで、文法誤りタスクではこの評価尺度が一般的に使われています。 F0.5 が高いほど訂正性能が高いと言えます。すべての文は文字単位に分割して実験を行いました。
実験結果です。訂正モデルにコピー機構を組み込むことで性能の向上が見られました。また疑似誤りコーパスによる事前学習を行うことで性能が向上して、3つの疑似誤り手法の中で提案手法が最も高い性能を示しました。提案手法が先行研究の性能を上回ることを確認しました。ここからは考察です。まず疑似誤りコーパスによる事前学習の効果を確認します。事前学習を行うことによってリコールは向上しますが、プレシジョンが下がることが分かります。モデルの編集回数をカウントしたところ、事前学習をしないモデルはに対して事前学習を行うモデルは約2倍の編集を行っていることが分かりました。つまり事前学習なしでは入力をそのまま出力してしまう傾向がありますが、事前学習を行うことで不要な訂正を抑えつつ積極的に訂正を行うようになることが分かります。提案手法の効果を確認します。提案手法によってリコールは変化しませんでしたが、プレシジョンが向上しました。ランダムな疑似誤りに比べてより現実的な疑似誤りを学習することで不要な訂正を抑えられると考えられます。結論です。本研究では誤り種類を限定しない日本語文法誤り訂正を行い、こちら3つのことを行って提案手法が先行研究よりも高い性能を示しました。以上で終わります。